テドロスね、はいはい、産経新聞がね、はい、もう社説でね、うん、もうテドロス解任しろと、はい、もうダメだとあいつは、はい、中国寄りの、はい、ことばっかりやっててですね、こういう非常事態だけどね、はい、テドロスは8日の記者会見でね、うん、台湾から人種差別を含む中傷を3ヶ月にわたり受けたと言い出したと、うん、でこれに台湾の外交部長が変わったと非難してるわけだよ、はいはい、ね、うん、今台湾をさ、はい、台湾を WHO に入れないんだよ、はい、それでなんで台湾を避難してんだと、はい、でもこんなやつがね、今非常事態だからね、はい、そういうことを言うべきじゃないんだけど、はい、うん、あまりに偏ってると。だから日本は事務局長更迭を含む WHO の改革に向け米国と協調して取り組めと、はい、こういう社説ですよ、はい、それからね、朝日新聞はね、天聖人語でね、はい、結論としてはね、世界にはびこる自国ファースト主義ではもはや阻止できない、今はテドロス氏率いる WHO を揺さぶっている場合ではないだろうと、こう言ってるんですよ。ですね、しかもね、最悪、その前段でね、今回のコロナ禍では武漢の封鎖などを挙げ感染拡大を遅らせるために多くの良いことをしたと、中国政府の対応を手放しで称賛したと、そのテドロスが、はい、これが反発を呼び辞任要求や殺害脅迫まで飛び出す事態にと、はい、こう書いていて、はい、じゃあ朝日の天聖人語氏は、はい、どう思ってるのかは書いてないわけ、そのことについて。あ、なるほど、ね、そういう事態になったと、はい、汚いですね、事態になったと書いて、はい、じゃあそれはいかんとかね、はい、とんでもないとか、はい、いう意見は全然書かないわけ、はい、それで結論としてね、うん、テドロス氏率いる WHO を揺さぶっている場合ではないだろう、バカですね、ということは、その汚いですね、こういうそのあれを認めてるっていうことになってるわけ、はい、そうですね、この朝日のね、はい、この、まあ、今、田君が言った汚さっていうかね、はい、そのテクニックっていうかね、はい、ひどいですよね、これ、ひどいです、はっきり言って、この先生人望、はい、テドロスが先に、うん、あの人から人への感染はないっていうのを言って、安心させたり、はい、あと中国と人と物をね、うん、止めるべきじゃないっていうのをすごい言ってたんですよ、うん、あの時に中国人が世界中に、うん、わーって流れて、いきましたし、うん、でちょっとアメリカとか、気の毒なのは、うん、日本が中国人入れてたんで、うん、アメリカは中国から飛行機全部止めたんですけど、うん、実は日本からアメリカに渡ってるんですよね、うん、めちゃくちゃ、うんうん、経由地になってて、でアメリカ結局そこでもう今パンデミックになっちゃってるっていう状況で、うんうん、アメリカにとってはすごい気の毒、うん、日本経由で行ったっていうのはすごい気の毒だなと思うんですけど、うんうん、まあ、結局その WHO が、WHO が結局その、中国からヨーロッパに移った時にやっとパンデミック宣言したんで、世界中にこう油断をさせ続けたっていうね、中国のメンツのために。そうなんだよ、それは間違いないですか、金もらってるからね、はい、そうそうなんですよ。これはやっぱりね、産経の言うようにですね、改革が必要だよね、はっきり言って。あの今あの愛知トリレンナーレやってる大村とテドロスがすげえ似てるっていう写真が出回ってて、あ、顔が顔が同じだって、テドムラとか、あんまりそうか、三河のテドロスって言われてますよ。それであとなんだっけ、WHO の大村とか言われてますよ、テドロスが今いいね、三河のテドロス、三河のテドロスっていうのと、WHO の大村って言われてるテドロスが、そっくりの写真が出回ってます。あ、そう、はい、そう合成してるやつとかも出てて区別つかねえとか言ってますよ、兄弟だとかね、いろいろ出てます。やっぱり原田さんあれ見てくださいよそっくりでしょ似てるな似てるんですよ、似てます。親中発展もぴったり同じですからね、うん、はい、心も一緒、顔も一緒、心も一緒ですよ、はい、半日なのもぴったりっていう今週この和田君との間にこうついたてができましたですね、そう、見えないと思いますけど、す、壁が飛沫が飛ばないように。そうです、はい、うちの会社神保町ですけど、はい、まず小学館が3人ぐらい出て、はい、全部あれしちゃったでしょ、はい、シャッターしちゃって、はい、もうみんな在宅になっちゃって、はい、で次続いて交差点に近い集英社ね、はい、集英社はもう出て、ね、ジャンプ週刊誌ですから休刊になっちゃって、ね、はい、なんか在宅でやることなくなってるのに、うん、ジャンプ休まれると困るっていう人がいっぱいいました、ね、うん、ああなるほどいやだからそれはそうなんだよ、はい、だからそれよりひどいのは、はい、本屋ね、はい、休みなんだよ、はい、結構、あ、そうですよね、結局その商業施設とかに入ってるとこは、はい、その商業施設自体が休みになっちゃうから、はい、
安なんです。今そういう本屋さん多いじゃないですか。そうですね。そうです。独自でね。そう、独自のやってるわけじゃないですからね。建物を持ってやってる店なんか少ないから、はい、地方行けば少しあるかもしれないけど、はい、駅前書店とかどんどんなくなっちゃって、はい、まあ、大体そのデパートの上とかさ、はい、その商業施設の上にあるでしょ。はい、でうちが一番売れている梅田の紀伊国屋。はい、紀伊国屋さんも商業施設の中だから休みになっちゃったんですよ。なるほど。でもね、その紀伊国屋の上はね、阪急の駅なわけ。階段登ってきて駅なんだよ。駅はやってんだから、はい、いいじゃないかと、本屋は、はい、確かにね、本屋でめちゃくちゃ喋るわけじゃないんだから。そうですね、静かにね、うん、探すもんですから、ね、で今だったら本読みたいわけでしょ、みんな、はい、だから本屋さんぐらい開いてもいいんじゃないかなと、はい、除外でならないかなと思ったけどね、はい、もうアマゾン最強ですよね。アマゾンにみんな行っちゃうんだよ、これ。株価もなかなか下がらないんですよ。うん、ああ、そうなんですか。はい、なので、ね、ちょっとここ本屋さんやすのは痛手ですね。はい、で業界だってさっき言ったようにもう就業者もなってるし、はい、関西で何 MBS、はい、の役員の人かなんかも亡くなっちゃったし、亡くなっちゃった、亡くなっちゃったんですよ。もう年ですけどね、はい、それの60代だったかな、はい、だから結構身近なところまで迫ってきてるんですよね。そうですね、うん、本当にまだ知り合いではいないけどな。はい、いますか。いや、いないです。知り合いではいないな。かかったというのもいないです、うんうん、かかった人も知り合いにもいないです、ね、そうだね、はい、うん、なので、まあ、だけどいよいよ足音が聞こえてきてるのは確かに、まあ、まあそれはまあ確かですね、はい、まあピークアウトが近いという説もあるんですけどね。まあ、そうは言っても日本の死者少ないからね。そうです、うん、だから死者の数はどこが、うん、結局7割の集団感染、うん、集団感染じゃない、うん、集団免疫のところまで行かなきゃいけないんで、うん、そこの保持がいつかですよね。で結局こうロックダウン、緩いロックダウンをして解除してまた増えて、でまたロックダウンしてでまた増えて、解除してまた増えてまたロックダウンしてを1年ぐらいやるのかと。著名な医師が、はい、なんていうかそういうその専門誌に論文寄せてるらしいんですけど、はい、その変異するじゃない、はい、ウイルスが、うん、はい、で最初武漢で出て、うん、それからまあ変異して、うん、第二世代の頃に、はい、そのイタリアなんかはシャットアウトしたわけです、中国を完全に、はい、だけどああいう惨状なんですよ。そうですね。で日本は第一世代のところ、はい、散々百田さんとか和田君にも批判されてたけど、はい、まあ、ある程度入れてたじゃない、はい、その そうです。そうするとそれで第二世代の、うん、にかかっちゃってると結構、はいはい、で免疫ができてると、はい、逆に、はいはい、ね、はい、だから結果的には、うん、あれはまあ良かったんだと、はい、いうような、はい、これ専門のなんていうか素人が言ってるんじゃないんだよ、はい、専門の学者がそういう論文を、はい、その専門誌に寄せてるらしいんですよ。まだもちろんいろんな検証が必要だからね、そうですね、分かりませんけど、はい、そういう説もあるね。その2つなんですよね、うん、だから最初にこう屋形、うん、船から危機感が上がって、うん、ダイヤモンドプリンセスですごい危機感があるのに、うん、安倍さんが中国人入れてるから、うん、めちゃくちゃ危機感を感じてマスクと手洗いをめちゃくちゃやるようになって、その危機感をキープしてる説っていうのもあるし、うん、でその時からもう入ってるから3ヶ月も経ってるからもう免疫ができてるという、この2つもあって、だからまあ結果論としては、はいはい、その学校閉鎖なんかも散々なんだかんだ言われたけど、はい、結果的にはまあ良かったとかね。そうです。だからその安倍さんの結果論で良、まあ、かったという話もあるんです。この安倍万能説はなかなかすごいなと思いますよ、うん、一気に国民を恐怖のどん底に入れる、中国人を入れるっていうのをやって危機感を入れたぞ。どんどんこんなに多いだろ。いやいやいや、それでいやみんな言ってましたよ。春節に。とにかくね、用心深いからね。もう今なんていうか防護服まで家で買ってるっていうんだからね。いざっていう時に備えて、ね、もう用心深いからね。結構効いてるんじゃないかと思いますよ。防護服なんかどこで買うの？アマゾンで売ってます。売ってんですか、はい、あ、そうなんです。だって家族の誰かがなって、うん、自宅待機って言われたら、うん、結局その部屋には相手しに行かなきゃいけないんで、そしたらもう防護服とかゴーグルとか全部して、うんうんうん、手袋もして、うん、もう相手しなきゃいけないわけですから。それはそうですけどね、はい、だから必ずその雨がっぱかなんかそういうのは買っとかないと、うんうん、
ちなみにいくらぐらいするんですかそれは。いやでも、1500円とか2000円とか。ビニールの安いやつ、そうです、うん、まあ高いのは 4,5 千円するんですけど、さすがにそこまではあれですけど、うん、まあでもそれはその必要な備えかもしれないけどね。そうですね、もう、うん、あの来週あたり防護服着て放送してやろうかと思ってますよ。どうかな